株式会社アニメーションスタジオセブンは日本のアニメ制作会社。通称はセブン。ワオワールドのプロデューサーだったホリエタクが2007年に同社のスタッフ数名と設立したアニメ制作会社である。テレビアニメのみならずゲームムービーやパチンコ系ムービーの制作など幅広いジャンルのアニメの企画、制作を行っている。ホリエが ラディクス出身のためか、同社の元スタッフが多数在籍している。2013年には大阪に第2スタジオを開設し、関西出身の西川隆を中心に仕事の場を広げている。設立当時は新興だったこともあり、各種求人広告においては、来る者は拒まぬ姿勢で、広き門をアピールし、待遇は完全できだか、福利厚生無、交通費無と示している。 動画検査、制作進行の名義として、セブン・ナナビを使用している。テレビアニメとしては2011年、短編アニメの森田さんは無口で元受け制作デビュー。その後も、自社制作は2017年9月までは全て短編アニメだったが、同年10月は王様ゲーム・ザ・アニメーションで初めて30分枠に挑戦した。2013年までは、 竹書房原作漫画が多く、翌2014年以降は一人者原作漫画が多いが、制作プロダクションのほとんどはドリームクリエーションである。上記の通り様々な媒体でアニメ制作を手掛ける中、アダルトアニメに関してもいくつか手掛けている。2017年の漆黒のシャガでアダルトアニメ及び制作会社として初のオリジナル作品となる。なお、奥様が、 生徒会長を手がけた際にモザイクを使用しないレベルの性的なシーンでは奥様劇場というコントに差し替えたのを機に R-15 ほどの露出がある他社のアニメ作品において趣向のある部分隠しを行うチーム奥様劇場という形でスタッフ協力を行っているいずれも成人向けありがとうございます